お帰りなさいませ、ご主人様。はあ今日もいらっしゃってくれたんですねえ私に会いに来てくださったのですかありがとうございますあのお世辞でも嬉しいですお世辞じゃない今日も可愛いってまあ、ご主人様は口がお上手ですね <laughs> そんなに褒めても何も出ませんよそうですね私たちメイドにできることはご主人様に喜んでもらえるよう笑顔でご奉仕することくらいですがそれではお席へとご案内いたしますご注文はいかがなさいますかはいはいかしこまりましたいつもの夢色クリームソーダと メイド特製オムライスですね今日も愛情たっぷり込めたオムライスを作ってまいりますので少々お待ちくださいご主人様もう帰っちゃういえお出かけになられるのですね寂しいですか <laughs> 私も同じ気持ちです また私に会いに来てくださいますかありがとうございます。絶対ですよ。来てくれなかったら僕の方から行っちゃうかも。ああ、あい,いえ、何でもありません。それでは行ってらっしゃいませ。ご主人様。お帰りなさいませ、ご主人様。 なーんちゃって今日は僕がお客さん側だねはいはい早く中に入れて入れてえへへ最近お店に来てくれないから僕の方から来ちゃったよあれどうしたのそんなほうけた顔しちゃってあメイド姿の僕とは雰囲気が違くて驚いちゃったのかなごめんねでも普段の僕も知ってほしいから どうしててて家を知っっるのかって僕は君のことなら何でも知ってるよ例えばさ君浮気してるでしょ他のメイド喫茶の子に隠したって無駄だからねねえねえ何で知ってると思う、はあ、やっぱり気づいてなかったか。 そんなのずっと見てたからに決まってるじゃん君がお店に通い始めて僕を指名してくれた時からずーっとひどいよねあれだけ僕のことを可愛がって会いに来てくれてたのにさ本当にいけないご主人様なんだからまあ僕がはっきり言ってあげないのが悪かったのかもしれないけど何をって僕も 君のことが大好きだよって <laughs>。両思いいだだったんだよ僕たんよ僕ち嬉しいでしでょうえそんなつもりじゃなかった <laughs> それってどういう意味こんなに僕を本気にさせといて。今さら何言ってるの君のことは絶対に諦めないし逃がさないから はいはい、そんなに大きな声出したらダメだよ。近所迷惑になっちゃうから。ね。それとも代わりに、僕が大声で叫んであげようか君が僕をひいきにしていることは、お店の店長や他のメイトたちも知ってるんだからね。この意味わかる <laughs> 疑われるのはどっちなんだろうね。あれちょっと顔色が悪いみたいだけど、 分かってくれてよかった <laughs> あそうだじゃあ今から君の寝室に案内してもらえないかな晴れて恋人同士になった君に特別なご褒美をしてあげるだからこれからはご主人様ではなく未来の旦那様として私と愛を育みましょうね <laughs>